さんすごい時計好きで、宮迫さんの YouTube で時計のやつを見て、はい、あまりにもレベルが違いすぎて落ち込んだってラジオで言ってました。僕はそのネットニュースで粗品が時計ハマってるって、粗品のコレクションみたいなやつ見たんですけど、全然ダメ。やめときなさい。言わなくていいの、そういうこと。そういうところ。そうですよ。あ、もうこれ切り取られました、ね。今日切り取られました、これも。はい、全然ダメ。いや、もう全然ダメです。何がダメなんですか。いや、いや、時計それぞれはいいものなのかもしれないですけど、時計好きっていう感じのコレクションではなかったのかなっていうのは。粗品さんありますよ、それは。それぞれの好きになり方があるじゃないですか。動画を見て、粗品さんもそういうところに気づいて、あ、俺ってまだまだなんやなっていうのを気づいたって言われてます。なるほど。あ、そうそうそう、いや、さすが。悟りが早い。悟りが早い。さすが才能がある、悟りが早い。粗品君。また時計の話しようよ。竜宮城でね。竜宮城でね。店員としてね。いろいろ言うよ。店員さん時計好きなんですってねって言って。言ってお客様もみたいな感じで店員として喋れますので、その説はよろしくお願いしますということで、お話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。